伊予木部誠先生を偲ぶ会での長男の伊予木部薫東京大学法学部教授の挨拶の言葉の中にこうあります。前略。父があまりにも急に亡くなったので、皆様と同様、私たちも父の苦しむ姿を目にすることはなく、今でも目を閉じれば元気で愉快な姿がまぶたに浮かびます。だから父を諦めることができません。苦しんでおります。そして、私たちは、 父を失った喪失感だけではなく、あるいは悲しみだけではなく、表現し難い不安にも苦しみました。今日に至るまでたくさんの方に私たち家族は支えていただきました。そして、その方々の中にもただ悲しんでくださるだけではなく、何かの不安を感じている方がいらっしゃる、その不安の所在というのを今日まで考えてまいりました。攻略。 この挨拶の言葉にある、父の苦しむ姿を目にすることはなく、今でも目を閉じれば元気で愉快な姿がまぶたに浮かびます。だから父を諦めることができません。苦しんでおります。とあるのは、80歳だった先生が、何も人為的な休止の原因がなければ、苦しまず行くことができて、よかったと家族は思うはずです。なぜ父を諦めることができません 苦しんでおります、なのか考えてみてください。もう一つは、私たちは、父を失った喪失感だけではなく、あるいは悲しみだけではなく、表現し難い不安にも苦しみました、とあります。大動脈解離という病気で亡くなったはずなのに、家族が表現し難い不安にも苦しむのか考えてください。 先生は病気じゃなく事件の被害者としたなら、その家族のこの二つの言葉の表現はしっくりくるよ。先生の死は殺人罪で犯人を裁くことはできない。そのことも挨拶した法学部教授の長男もわかっている。それでも先生の死は事件だと思っているんだね。もう一度聞いてください。全略。 父があまりにも急に亡くなったので、皆様と同様、私たちも父の苦しむ姿を目にすることはなく、今でも目を閉じれば元気で愉快な姿がまぶたに浮かびます。だから父を諦めることができません。苦しんでおります。そして、私たちは、父を失った喪失感だけではなく、あるいは悲しみだけではなく、表現し難い不安にも苦しみました。 今日に至るまでたくさんの方に私たち家族は支えていただきました。そして、その方々の中にもただ悲しんでくださるだけではなく、何かの不安を感じている方がいらっしゃる。その不安の所在というのを今日まで考えてまいりました。攻略。元西張間県民局長の渡瀬さんの告発文章にこうあります。渡瀬さんも先生の長男と同じ気持ちだったんだね。 1. 伊お木べま先生ご逝去に至る経緯。令和6年3月6日に伊お木べま先生が救世されました。その死に至る行き冊が次の通りです。先生は現在、兵庫震災記念21世紀研究機構の理事長をされています。 井戸都市像兵庫県前知事から懇願され、兵庫県立大学理事長をはじめ兵庫県行政に深く関わってこられました。令和3年8月に知事が範囲度の斎藤元彦氏に交代してからは知事はじめ県幹部との関係に溝ができていたようです。とにかく斎藤氏は井戸嫌い、年長者嫌い、文化学術系嫌いで有名です。 お亡くなりになられた日の前日ですが、斎藤知事の命を受けた片山康隆副知事が伊木部先生を訪問。要件は気候の副理事長をされている三栗明先生、川田義明先生のお二人の解任についての通告です。相談ではなく、通告です。来年1月は阪神淡路大震災から30年の区切りの時を迎えます。 気候の役割、使命を果たす事実上最後の大きな契機であると言っても過言ではないと思います。ミクリア、川田の両先生はまさにこの分野における第一人者であり、井戸前知事が要請し、兵庫県政に関わって来られました、いよ部理事長もお二人には全幅の信頼を寄せておられているにもかかわらず、 このタイミングでの副理事長解任ははっきり言って、いよ部先生と井戸前知事に対する嫌がらせ以外の何者でもありません。あまりに突然の件からの通告に、先生はその時点では聞きよに留め、片山氏にはお引き取り願ったそうです。その日、帰宅されてからも、斎藤知事のあまりの理不尽な仕打ちに憤慨され、夜も眠れなかったそうです。翌日、 気候に出勤されてからも、周囲の職員に同様の胸の内を明かされたそうです。そして、その日の午後に気候の理事長室で倒れられ、急性大動脈解離で救生されました。急性大動脈解離は激昂などの情動的ストレスがトリガーになることもあると言います。斎藤知事。 その命を受けた片山副知事が何の配慮もなく行ったいおキベ先生への仕打ちが日本学術界の司法である先生の命を縮めたことは明白です。